クールブ代表ミドです。今回こちらのアップアレンジを解説していきます。このアップアレンジシンプルなプロセスですごい簡単です。で、初心者の方もすごいおすすめなんですけど、よくある失敗で顔周りが膨らんでしまったりとか、ハチが張ってしまったりする失敗が多いので、そのような失敗に必ずならない方法も一緒に解説していきます。まず綺麗にブラッシングするのですが、その時にポイントが、つむじ大体この辺りにあるんですけど、つむじの少し上から起点にブラッシングします。そうするとアップアレンジした時に綺麗に高さが出ます。ここが朝起きてパカッと割れてしまっている場合は、一度ここを濡らして指でこすって乾かしてからこのブラッシングをしてください。で、頭の丸みに沿ってブラッシングします。こういった形ですね。これでこの位置でくるりんぱします。これ全てまとめて髪をくるりんぱしますので、ゴムはきつめで、これも二重にしてますがおすすめです。髪が多い方は膨れやすいので必ず二重にしてください。で、穴は最小限にしてくるりんぱします。こうですね。で、この時も角度を下げて毛束を引き上げます。で、どうしてもそれでもこの鉢のとこですね、膨らんでしまった場合はゴムのところを押さえて毛先を順番に引っ張っていくと治ります。だいたいこのあたりが膨らみますので、順番に引っ張っていって、こういった感じですね。いろんなところ引っ張っていくとそこがだいたいありますので、この位置ですね、引っ張っていきます。こうすることで髪が多い方だったりとか、髪がしっかりしている方でくるりんぱがどうしても膨らみやすい方もすべて治ります。この土台ができてくるとベースが綺麗ですので、アップアレンジが一気にクオリティ上がります。続きまして、毛先を三つ編みしていきます。少しきつめがおすすめです。で、編みながらこのきつめに編んだ三つ編みをほぐしていきます。ほぐす時の力は徐々に力を弱めながらほぐすのがポイントです。こんな感じですね。で、大胆にほぐした方が華やかになりますので、最初の三つ編みはきつめに編んで少し大きめにほぐしてください。順々にしていきます。で、編む髪がなくなったら毛先をゴムで留めます。こんな感じで三つ編みをします。で、少しポイント、可愛くなるポイントなんですけど、この三つ編みの裏も少しほぐしておくと可愛くなります。というのも、これを最終的にこのクリンパの穴に入れ込むんですけど、その時に見えるのは、この一番表面に出るのはこの裏ですので、裏もこのような感じでほぐしておくと立体的になります。それではこの三つ編みをクリンパの穴に入れてアップアレンジにします。で、髪が長い方ですねは 2,3 回くるくる回してください。で、今回ぐらいのロングだと1回で大丈夫です。で、通して安定しないのでピンですね、この玉なしピンで2箇所止めます。こことこの毛先ですねを止めると安定します。まずこのお団子を固定してピンを開けます。そしてこの地肌ですね、地肌と三つ編みを通すようにぐーっと入れます。で、最終的に止まればいいので、左右から止めたりとか 2,3 こう止めたりとかして、しっかり止めてください。そして次、この毛先ですね、毛先も内に入れ込んだらいいので、内に入れ込んでもらってピンで奥に入れ込みます。これも毛先がしっかり出る方は、出てしまう方は何本かピンで止めてください。これぐらいの毛先なら全然可愛いのでそのままでもいいんですけど、気になる方はピンで全て隠しても大丈夫です。これでこのままでも十分華やかなんですけど、少しルーズにほぐしていきます。まずはこの顔周りですね、耳のところは少し真下に下ろして耳を少し隠しておしゃれにします。で、手ぐしに入れた感じですね、これが理想ですので斜め前に向かってほぐします。で、ここをほぐしたら次、ここをほぐさないでその上をほぐすっていう感じですね。そうすると手ぐしが入ったような感じでナチュラルに綺麗にほぐれます。顔周りこれぐらいですね。
で、よっぽどラフにしたくなければこれぐらいな感じで毛流れができて、これぐらいがちょうどいいですね。で、次が後頭部です。後頭部は一番ボリュームが欲しいので、この真ん中のところを一番ボリューム出します。で、あとは一緒ですね。間隔を空けながらほぐしていって顔周りにつなげていくっていう感じですね。ほぐしはラフ感を出すっていう役割もあるんですけど、骨格補正にも役立ちますので、ぜひ覚えてください。それでは遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛は何箇所かに分けて巻くとラフ感が出ます。で、遅れ毛の長さの決め方なんですけど、だいたいこれぐらいですね。顎下5センチぐらいまではナチュラルに見えるんですけど、それよりどうしても長くなってしまうと疲れた印象とか老けた印象とかになりますので、これぐらいの長さに切っておいてください。で、この隙間ですね、ここに隙間が空くとどうしてもこれも疲れて見えたりしますので、この隙間が見えないぐらいの量、これぐらいがベストです。では最後にヘアアクセをつけて完成です。ここが真ん中割れしてしまう方も多いので、ヘアアクセをつけるんだったらこのシンメトリーセンターですね、ここがおすすめです。こちらが横から見たシルエットになります。以上になります。で、このアレンジ、ピン止めは三つ編みをしているのですごい簡単になりますので、ピン止めは簡単なんですけど、唯一のポイントがこの黒リンパですねの時のこの横の膨らみを直す工程ですね。あれをしっかり行えばこれぐらい横から見ても後ろから見ても360度綺麗なシルエットになりますので、ぜひ試してみてください。今回もありがとうございました。